止まらない無限キノコの黄金比。今日はしめじ、舞茸、えのきで簡単なのに箸が止まらない無限キノコの黄金比をご紹介します。あなただったらどのキノコで作りますか？僕舞茸大好きなので、今度は舞茸をいっぱいにして作りたいと思います。キノコをほぐしてバターで炒めたら味付け、白だしと塩昆布を1対2で加えるのが森下流黄金比。ではいただきます。